小さなお子様からベテランファンの方まで、新しい生活様式に合わせて楽しめるレンタルレイアウト店、TB グループを運営する、ナユタ工業の提供でお送りいたします。こんにちは、ナユキです。ニオナユ TV の時間がやってまいりました。今週もですね、先週に引き続きまして、地元の皆様に五鉄の愛称で親しまれている、旧五日市線の線路跡、こちらのトレッキングをしていきたいと思います。先週はですね、ほぼ中間地点にあります南中上駅跡付近まで歩を進めるに至りました。今週は南中上駅を出発して、このトレッキングの終点であります拝島のアプローチまで行ってみたいと思います。本編をご覧いただく前に毎度のお願いでございます。お出かけの際には、昨今世間を騒がせております悪性の肺炎などの感染症拡大防止の対策を行っていただくとともに、線路跡とは言いましても、もうね、線路なんか残ってないのでね、もう本当に地域の皆様の生活道路になっちゃってますので、近隣にお住まいの皆様のご迷惑にならないように、また交通量の多いところもございますので、他の通行の妨げにならないように、その2点だけちょっとご注意いただいて、トレッキングを楽しんでいただけたらなって思います。それでは前回の続き、南中上を出発して拝島駅へのアプローチを目指して参りましょう。 VTR スタート。先週のゴール地点であった交差点を渡って、あ、逆光が眩しい、一歩奥に入ってまいりました。集合住宅があります。この集合住宅があったあたりが、まあ、地元の方のお話によるとね、南中上の駅のホームがあった場所のようなんですが、やはり痕跡はありませんね。めげずに進みましょう。拝島方向に向かってさらに歩きます。線路跡は住宅で途切れてしまいますが、その裏に回り込むと駐車場、そして駐車場から線路跡再開でございます。非常にね、見晴らしがいい道で歩きやすい道なので、頑張って歩いていきましょう。かなり長いこと歩いてきました。来た道を振り返って行く先を仰ぎ見ます。この先にですね、拝島方向を進みますと、学校とね、交差点がございます。ちょうどこちらの方になりますね。この交差点を渡り切ったところ、そのあたりが、宮沢駅の跡地だったということです。宮沢駅の跡地を過ぎて、さらに次の大神駅の跡を目指して歩いていくと、線路跡は緩やかに右にカーブを描いています。この辺りはですね、どうもこう掘り割り構造でね、切り通しのようになっていたんだっていうふうにお話聞いてるんですけれども、線路跡が整地されまして、ちょっと上り坂になってるってことは、その切り通しの高い方と辛い地で合わせたのかな。五鉄時代はこの先、目の前を走っておりますJR 八高線の線路をくぐって向こう側へと続いていました。線路跡の代わりに新しい地下道が作られておりますので、こちらをくぐってみたいと思います。くぐった反対側になります。緑豊かな公園、癒されますね。おやおや、あら、いそいそとどちらへ行かれるんでしょうか。この場所で振り返りますと、線路に台車、プラットフォームや駅名標などが置かれていました。
これは当時のものではないそうなのですが、信号機まで置かれて、ここに大神駅がありましたよっていうことを今に伝えるモニュメントとして残されているようです。こういうの見るとね、ちょっとワクワクしちゃいますよね。ちなみにこの先には踏切もありました。次の武蔵田中駅へは、五鉄線の中では最も距離が短い区間、400メートルちょっとっていうふうに伺ったんですけれども、まっすぐな道で歩きやすかったですね。そしてここ、ここが当時駅のあった場所ということなのですが、今残っているのはこの車止めと変鉄機のレバー、これがね、ここがかつて武蔵田中駅だったよっていうことを今に伝えてくれています。線路跡は拝島方向に向かってさらに進みます。電車が通ってたっていう面影はありません。歩いていくうちに、これはいいものを見つけました。いやダメですよ、でも誘惑には負けませんよ。誘惑には負けないんだけど、ということで幸せな時間は一瞬に過ぎて、さらに歩きました。このね、農協のあるあたり、このあたりが南拝島駅のあった場所だそうです。南拝島駅跡を過ぎますと、次は今回のトレッキングの終点であります拝島駅になります。緩やかに分岐していく細い路地、こちらが五鉄の線路跡の道になります。奥へ奥へと伸びていきますね。この線路跡は右手方向、北の方に向いて拝島駅を目指しています。もう普通の道路になりまして、公園や集合住宅、分譲地などがありますから、鉄道が通っていたという面影は見ることができません。さらに途中からはこのような石畳、歩行者専用道路となって、駐輪場としても使われているこの場所につながります。はい、江戸街道に出て拝島の駅前ですね。道路を渡った反対側から見てみますと、ちょうどこんな感じで江戸街道を突っ切って駐車場の奥、このドン付きの壁の部分を通って拝島駅にアプローチしていました。五日市鉄道線には多摩川の砂利輸送を目的とした貨物用の支線もありました。このモニュメントでおなじみの武蔵田中駅から分岐していた路線がそれです。画面の中央、ちょうど工事用の車両が止まっているこの道路ですね、こちらが線路跡になります。交差点を渡ってみました。線路跡の道路は緩やかなカーブを描いて伸びています。歩いていきますと、昔の築堤の名残でしょうか、一段高いところから線路跡の道路を俯瞰できる場所に出ました。はい、実際に俯瞰してみたんですが、かなり気持ちのいい緩やかな光景が広がっています。きっとね、まだ線路が残ってて列車が走っていたら有名撮影地になってたかもしれない場所です。さらに進んで交差点に出ました。交差点の向こう、真ん中の木立のあたりが線路跡があった場所になります。交差点を渡りますと、道路の反対側に並木道が見えますね。はい、道路と仕切るガードレール、そして奥の万年塀、その間の並木道、ここがまさに線路が走っていた跡なのだそうです。
線路跡はこのまま道路に沿って進みまして、その先にあるショッピングセンターの駐車場の入り口をかすめ続いていきます。このままずっと続いていくのかなと思ったら、あるところで道路と線路跡が泣き別れになってしまいました。道路の方は手前、左側にカーブしていますが、線路跡は建物に遮られつつもショッピングセンターに沿って奥に進んでいますね。この先一体どうなってしまうんでしょうか。ちょっとぐるっと回り込んで追いかけてみたいと思います。はい、ショッピングセンターの横の植え込みの部分から再び姿を現した線路跡は、道路を突っ切って反対側のこの工場の敷地に入っていきます。この工場の敷地、位置関係を見ますとですね、ちょっと遠目に撮影した画像ですが、ショッピングセンター、道路、そして工場と、こんな感じになっています。さすがに工場の敷地の中には入れないので、敷地に沿って進む多摩川のサイクリングロードに来てみました。河川敷伝いにサイクリングロードを進んでみました。ちょうど工場の敷地が終わったあたりから、何やら怪しげな築堤のようなものが合流してきます。そして桜並木になって続いていますね。はい、この部分こそが旧五日市鉄道の貨物線の跡だったそうです。この線路跡はしばらくサイクリングロードに沿って進み、この水道橋があるあたり、このあたりで終わっています。線路やホームなどの痕跡は見ることができませんが、このあたりが拝島多摩川の貨物扱い場、砂利の積み込み場だったそうです。いやー、今回は長丁場でしたね。お天気も良かったのが救いでしょうか。それでは五鉄跡探索、この辺で終了です。ああ、さすがに疲れました。帰ってビールでも飲もうかな。はい、いかがでしたでしょうか。2週間ね、連続でお送りいたしました。前編後編と分けさせていただきました。五鉄跡のトレッキング、実際にね、動画をご覧になっていただいて、あ、ここ電車が通ってたんだね、ここ線路だったんだねっていうぐらいの感じで、もう本当に痕跡なんか全然残ってなかったですね。唯一こうね、ここに駅がありましたよ、ここが分岐点でしたよっていうようなモニュメントが2箇所ほどありましたけど、あれも当時の駅をそのままこうポンとこう直した復元したというものではなく、こうよいしょって後からこう持ってきて、こうそれらしく復元した、それらしく置いてみたっていう、そういった要素の方が強いものでございますので、当時の通りの線路配置とか、当時の通りのプラットフォームとか、そういうわけではございませんが、雰囲気はね、味わっていただけたかと思います。そしてまた視線の方ですね。ここは本当にこれが線路跡だったんだなっていうような痕跡を見ることはできました。さすがにレールはなかったですけれども、はい、意外なところに意外な発見があったんじゃないかななんて思います。ということでですね、2週にわたってお送りしましたこの企画でしたが、かなりの距離をね、取材で歩き回りまして、すごくいい運動になったんです。すごくいい運動になったんですけれども、お前全然痩せてへんやんって言われちゃったらちょっと身も蓋もないんですけどね。途中適当におやつ休憩なんかをやってしまいましたので、それが原因かと思います。来週からはですね、また三代吉とコンビを戻しまして、掛け合いをしながらいろいろな情報を発信させて、いただけたらななんて思ってるんですけども、そちらの方もぜひ楽しみにしてください。まもなく
放送100回です。多分ね、みよきちもね、何かね、サプライズ、機関車以外のサプライズをね、絶対何か考えてるはずなので、そこもちょっと期待しちゃいましょう。ということで、また次の動画でお会いしたいと思います。ごきげんよう。さようなら。今日も動画を見てくれて本当にどうもありがとう。他の動画も見てみてね。チャンネル登録や高評価、リクエスト、コメントもお待ちしてます。お待ちしてます。でも、うちのレンタルレイアウトに来てくれるのがもっと嬉しいよね。ああ、そうだ ね。はい、ご予約やお問い合わせはこちらから。はい、ご来店をお待ちしてます。来てね。